はい、こんにちは。今日はですね、iPad の書道アプリですね、ゼンブラシ2っていうのを紹介していきます。まあ、習字を書くアプリなんですけど、これを使って墨のアート、書道アートだったりとか、絵を描いたりもできるので、デザイナーさんにもおすすめです。で、筆以外の機能はほとんどついてないんですけど、他のイラストアプリでここまでリアルな質感、筆感っていうのを出せるのはないので、有料なんですけど、結構買う価値はあるかと思います。で、今日はですね、日々のデザインワークでどうやってこれを使うのかっていうのも紹介していきます。で、ゼンブラシ立ち上げてもらって、まずざっくり字を書いていきたいと思います。で、ここで、筆の太さを調節できます。で、墨汁のにじみ感だったりとか、あとかすれ感っていうのがすごいリアルに出ますね。私そんなに文字上手くないんですけど、まあそれなりに書きます。で、ここ右下のボタンが削除のボタンになります。一発で全部消えちゃいます。で、墨汁の色なんですけど、黒と赤があります。で、筆の不透明度なんですけど、3種類あって、真っ黒とグレーと、あと白っぽい色があります。で、字を書くときは真っ黒でいいかなと思うんですけど、絵を書くときはこのグレーとか白っぽい色を使ってグラデーションをつけていけばいいかなと思います。で、赤色もあって、赤色というか朱色ですね。これも3種類グラデーションがあります。で、次、にじみ設定っていうのも3段階あって、どれくらいかすれてるか、どれくらいにじませるかっていうのも設定できます。ちょっと書いてみますね。で、一番上が、すごいドライな筆。で、真ん中が中間。一番下がすごいウェットな筆設定で書いています。で、次、ペーパーですね。背景もすごいいろいろあって、ここで変えることができます。で、黒色に書くとゴールドになるのかな？ただ本当にいろいろあるので、ぜひ見てみてください。で、ちょっとこれで書いてみますね。で、背景によって、筆の色が勝手に変わります。で、この状態で、ペーパーを変えると、筆の色も勝手に変わります。で、黒だとゴールドになりますね。で、あとは枠付きの、背景だったりとか、あとなんか桜とか、もみじとか、そういう柄付きの背景もあったりします。で、このタブからガイドの設定もできます。文字をバランスよく書きたいっていう時はここから設定すればいいんじゃないかなと思います。ちょっと書いてみます。わさびって書きます。本当私、字が下手でですね、申し訳ないんですけど。で、ここからタッチペンの設定もできるのでちょっと紹介しておきます。筆圧の感度だったりとか、あとは傾きの感度っていうのをここから設定できます。傾きっていうのはアップルペンシルをこうやって、倒して書いた時のその太さの割合みたいな感じですね。で、もう一つ、タッチ面積による筆圧っていうところ、ここオン、オフができるんですけど、これがどういうものかっていうのをちょっと紹介します。これは、Apple Pencil ではなくて、指で書いた時の筆圧の設定なんですけど、左側が、普通にオフの状態で書いたものですね。これをオンにして書くと、なんていうんですかね。指の接した面積だけ黒くなるんですね。なので、いくら強く書いたとしても、あまり太くならないっていう設定ですね。で、私はこれあんまり好きじゃないので、いつもオフにして書いてます。はい、ということで、いろいろちょっと練習がてら文字書いてみたので流します。で、今、英語書いてるんですけど、iPad を横に向けてるときは、英語の方が書きやすいです。で、日本語書くとき、特に縦書きで書くときは、iPad をくるっとこう縦に回して、
縦書きで書いた方が綺麗に書けるかなと思います。で今ちょっと撮影用に横向きにしているので 横書きで書いてますけど、書きにくいです。これはで、デザイナーさんとかこういうデザイン文字をですね、全ブラシで書くの結構楽しいんじゃないかなと思います。ここで背景とか変えて、色とかも変えられるので、ぜひやってみてください。で、最後、書き出しするときなんですけど、ここの項目の中から、他のアプリで開くっていうところに、ピングで背景透明の項目があるんですね。で、これで保存しておくと、例えばイラストレーターとか、フォトショップとかで開いたときに、他のオブジェクトを合成することができるので、すごいデザインワークで使えるんじゃないかなと思います。で、デザインの参考になりそうなものをちょっといろいろ探してたんですけど、こんなのに使えるんじゃないでしょうか。スタバのやつだと、この写真と背景の書道文字をこう合成してたりとか、あとはうなぎのやつだとロゴに使ったりとか、あとはパッケージ、あとは年賀状とかもベーシックにすごい使えますよね。で、それからコピーライターさんも結構使えるんじゃないかなと思っていて、まあ、考えたコピーを普通にタイピングして見せるんじゃなくって、まあ、ちょっと全ブラシでこういう風に見せる。で、例えば強いコピーだとこう達筆で書いたりとか、あと優しいコピーだと丸文字で書いて見せてあげるだけで、それだけでなんか世界観が広がるというか、なのでコピーライターさんもおすすめのアプリですね。ぜひ使ってみてください。で、あと使い方としては絵を描くっていうのもいいかなと思っていて、で今私これちょっと挑戦中で、また他の動画であげたいなと思ってるんですけど、まあ、このブラシの濃淡とかグラデーションを使ってちょっとかっこいい絵を描きたいと思ってます。で、プロクリエイトっていうお絵かけアプリがあるんですけど、それとも連結することができるんですよね。さっきのピングの透明書き出しを使えば。で、まあそういうアプリとアプリをつないでお絵かきするっていうのもちょっとまた動画作りたいなと思うので楽しみにしておいてください。では今日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。